三浦守門、三浦守門、三浦守門、1926年、大正15年1月12日から2017年、平成29年2月3日は、日本の作家。日本大学芸術学部教授、文化庁長官、第7代、社団法人日本文芸家協会理事長、第7代、日本芸術委員長、第4代などを歴任した。東京府豊玉郡。 現、東京都中野区東中野生まれ。父は、イタリア文学者の三浦い夫。野方第五尋常小学校、現、中野区立広明小学校、東京府立第二中学校、現、東京都立立川高等学校から、旧西地高等学校を経る。旧西高地高等学校3年生の時に、勤労動員されていた。昭和20年7月21日。 陸軍に当兵として、千葉県阿鼻子で入隊、千葉県の仮兵舎で敗戦を迎える。復学後、1948年、東京大学文学部言語学科卒業。1950年第17次、新市長に参加し、1951年の名夫山水図で、芥川の再来と呼ばれ、1952年、小野と馬亭で、芥川賞候補となり、 作家活動に入る。妻のそのあや子、本名、三浦知事子と共に、第三の新人の一人。父の口聞きで1948年から、日本大学芸術学部非常勤講師となる。1952年10月助教授、1967年10月教授となるが、もともと日大の教員になったのは、三流次第なら不勉強な自分でも、 教えられるだろうだかをくくったためであり、ことに三十代半ば以降は、作家としての収入が助教授の給料の数倍に達し、教員をするのが馬鹿らしくなり、そういう気持ちが態度や勤務状況に反映して同僚から反感を買ったゆう。結局、九百六十九年の日大紛争で、学生からも孤立し、赤塚幸男と共に辞職。後、中部大学女子短期大学教授。 1991から95年学長を務めた。2004年10月に日本芸術院の院長に選出され、2014年9月末まで院長を務めた。妻、あや子と共にカトリック神徒で同時に天皇崇拝化。2017年2月3日、間質性肺炎の試死去。91歳没。ペンネームのシュモンは、 キリスト教の聖人シモンペテロにちなんでいる。なお、実施も同様にキリスト教の聖人の名前に由来しているが、父、三浦逸夫がイタリア文学、ダンテロンを専門としいたことに由来する。1985年、文化庁長官に就任し、女性を合姦するのは、紳士として恥ずべきことだが、女性を合姦する体力がないのは、男として恥ずべきことである。 レープ犯人が犠牲者として低層について、綱が思想の持ち主を襲ってくれれば良いのです。彼女たちはそういうことにあっても、水たまりで転んだ程度にしか考えないでしょう。これも自分が魅力的だからこんなことになったのだと、かえってお得意になってくれるかもしれないのです。などの雑誌での文章が、東京、合間救援センター、田島直美代表などから抗議を受け、 6月20日の参議院文教委員会で、カスヤ・テルミ議員から、追され、売文業者として一種のダジャレのつもりだったが、いろいろな点において、書き間違った部分があると反省していると陳謝した。同年、単一民族神話は虚構だと述べ、また近親相関のタブーは、優勢学的なものではなく道徳の問題だと、新聞に書いたりしている。1990年、 長山則雄の入会を日本文芸家協会が拒否した際、理事長として一貫して長山の入会を指示した。1997年、長山の死刑が執行された時、日本文芸家協会理事長として意見を求められたさんは、特に感想はありません。法律は法律だし、文学作品を書く人の業績は、業績ですと述べた。この発言について、ヘンミは、 2008年4月5日に死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム例主催の講演会で木で花をくくったような話ではないか。彼は長山を突き放した。死が法律の問題で文学の問題ではないというのは正論なのか。ならばなぜ文学はあるのか。人の死を死と想像しない人が一体いかなる文学を想像するというのかと批判した。 教育家庭審議会会長として、ゆとり教育に舵を切った新、学習指導要領の答申の最高責任者として、関わっており、後に、二次方程式を解かなくても生きてこられた。二次、方程式などは社会へで何の役にも立たないので、このようなものは追放すべきだという妻である。そのあや子の発言を紹介している。そのあや子は、中曽根臨時教育審議会、 林教師のメンバーとして同じくゆとり教育の導入尽力した。2000年7月、ジャーナリストの斉藤孝夫に、できんものはできん。ままで、結構、100人中2から3人はいる。はずのエリートを伸ばす。それ以外は、実直な精神だけ持っていてくれればいい。魚屋の息子が官僚になるようなことがあれば、本人にも国民にとっても不幸になると、 エリート主義的な発想からゆとり教育を導入した、とった。外交関係については2004年2月に、拉致問題すら当事者として解決する力のない、日本にとって、対米追従以外の選択肢があり得ないとし、また、もし戦死者が出れば、それは、憲法改正のための尊い犠牲なのだと考えたいと、語った。食前食後に飯を食うと言われるほどの喧嘩化でもあった。 アメリカ留学時代、知人にディナーに招待されていたことを忘れて、レストランで腹一杯食べた際も、その後訪れた招待先でデザートまでフルコースを平らげた。中高生時代は手のつけられないほどの不良であったと自称し、飛行の内容として門限破り、喫煙、飲酒、女性との交際を挙げている。旧成高知高校時代には喫煙名目で、 無期定額処分を受けたことがあるが、指導教授は、三浦の父に、用が用なら、息子さんは決して処分の対象になるようなことは、していないと説明し、父もその旨を理解したという。文化庁長官就任時、友人の遠藤周作から、権力志向を揶揄され、お前が文化庁長官になって、俺らに何か得があるのかと言われた、際、無然として、 地下の盛況で靴下なんかが安く買えるらしいと得たという。週刊ポスト2010年6月25日号に真のエリート育成のためには体罰の復活しかないとの辞説が特集された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。